なんかロードし直したら同じ紙が2枚あんだけど、これはなんだ、お茶目か教授の。 それか俺が同じことを2回言わないと分かんない人間だと思われてるかだね。 どっちだろうな。ほんでこれは、まあ前回途中までやった内容だけど、書いてある通り10秒おきの指定された時間ごとにリスの撮影をしろと言われてんだよね。で、10秒の地点と20秒の地点の撮影には成功したんだけど、まあその辺の進行状況も中断するとリセットされてると思うので、まあおさらいも兼ねて改めて撮影しようかな、最初から。まあ場所はもう分かってるからね、最初の。まずリスを、リスがこの土管から出てくる瞬間から始まって、あっちの土管だね。あそこの中を通る瞬間がちょうど10秒だったので、ここに設置して、草邪魔だな、草邪魔だわ。まあ取れてんな。ちょうどぴったり10秒の瞬間を教授に送ってあげればいい。はい、次。で、この土管通った後、次の20秒の場所が面白かったんだよね。この建物の上に登ってたんだけど、前回は階段登ったこの角のとこにカメラ設置したんだよな。そしたら至近距離で映ってたんだけど、ちょっと前回よりは引きの位置に置こうか、カメラ。まあこれでも十分近いか。でもここでぴったり20秒の瞬間は撮れるはず。もうちょっと引きの方がいいかな。なんだろう、ここの角の縁のとこにリスが乗ってたのは分かったんだけど、この後どっちに行ったかが分かんなかったんだよね、カメラが近すぎて。で、40秒の瞬間はなんかこの辺に戻ってきてたと思うんだけど、この後の30秒の瞬間がどこに行ったのか分からないと。なので、それは3番カメラに期待だな。で、2番カメラ設置してんのがあそこだけど、なんか横に飛んでたんだよな。だからこっちの木とかに飛び移ったんじゃないかっていうことを予想したんだけど、どうだろうね。もうちょっと引きの位置で広い範囲を映せるように、例えばこの辺とか、置けるね。この辺に置いたとしたら、あの建物の上が映るから、カメラをズームできることが分かったからね。遠くから映してもなんとなく動きは分かるので、これで次にどっちに行ったかは分かるね。とりあえずこれで行くか。あんまり勘で山張ってもしょうがないもんな。外した時何の情報も得られないので、こうやって少しずつ情報を手に入れていこう。行くぞー。で、これが10秒の瞬間ね。思いっきり拡大してやろう。 場所がどこか分かんないと意味ないと思うけど、まあリスさえ映ってれば満足らしいので、教授はこれを 背景なしじゃん。 これを最初に送るとして、で、次の20秒の瞬間2番カメラに映るはずだけど、これが興味深いよね。あ、こういう感じだったんだ。16秒の時点でこういう感じで映ってんだね。この辺りの瞬間を捉えたんだな、前回のカメラでは。めちゃくちゃ近い距離で、かわいいな、かわいく撮れてんな。で、この後どこに行くか。なんかこの縁に沿って走ってったね。どうしよう。これ終えるかな、3番で。ちょっと待ってね。3番、3番。でもとりあえず20秒の地点を印刷はしておこう。これちょうど20秒なのでめちゃくちゃ可愛いな。すごいいい感じに撮影できてる。うわ、これ喜ぶぞ、教授。まあ、20秒の地点のは
前回も送ったけど、で30秒の地点を追うにあたってちょっと3番拡大しましょう。うん、この建物自体を引きで撮ってたからカメラも映ってんね。このあとリスがどっちに行ったのか。あ、そこでまた立ち止まるんだ。で動き出した。お、ちょっと待ってね、この端っこからどこに飛ぶ？降りるのかな、さすがに。うん、降りた。で、あー、そこになんか足場あんのか。ここの金網みたいなのに登って、どうする、どうする、どうする、どうすんの、この後どこ行くの。あ、ちょっといい位置にカメラ置いたな。3番めちゃくちゃ映せてる。そっからさらに飛び降りて、そこどこ。あ、ちょっと見えなくなっちゃいそうだな、障害物多くて。うんうんうん、3番の位置から、あー、障害物の方向に消えてったな。これ以上追うのは難しいか。この辺とかに映んないかな、かすかに。あー、ちょっと映ってるような気もするけど、消えた。完全に消えたな。早送りしよう。うん、これ以降映ることはないね。まあ、だいたいわかりましたよ。とりあえず10秒、20秒の写真送ろう。これすげえかわいいな。うわ、これちょっと圧倒的じゃない？今までの写真の中でも。過去一だな。これちょっともう、絶対保存しときたい。まずは、これもまあよく撮れてはいるけどね。合成したみたいな写真になってる。えい、 OK、 よろしい。まず一つね、残りも取れたら送ってきて。私は電話線の迷宮で走り回ってるから。そうだね、なんかクレーム入れてんだよね、ふざけた記事を書いた出版社みたいなとこに。この記事だよね。で、ちょ、これ見てくれよ教授、見事ね、着実に進んでるわ。私の方はあまりうまくいってないの。あの新聞の編集者に連絡したんだけど、何か妙なことが起きてるみたい。彼らは出版する前に精査したって言ってるのよ。まあ、この話も前回聞いたけど、なんか圧力がかかってるってことなのかな、出版社に。そのパノラマ社からの。ちょっとこれはすごい。これも絶対ボードに貼っとこう。ど真ん中に貼っとこう。で、これも、これも貼っておきましょう。これボードにペタペタ貼るの面白いな。ロードし直すと消えちゃうんだけどね。で、3番のカメラのさらに先を予測して30秒の地点を狙おう。ちょっとここまでは、なんだろうな、おさらいも兼ねての内容だったけど、もう10分近くやってるけどね。ちょっといい情報をつかんだな。3番のカメラの位置が良かったな。この金網に飛び乗ったんですよね、こっから。で、このあとこの辺に着地して、向こうじゃないよな、なんか向こうも足場あって開けた空間ではあるけど、でもなんか向こうの方に向かってったように見えた、映像の中のリスは。こっちから、あー、なんかそこ登ったとかもありえんな、こっち。うん、あっちも気にはなるけど、なんか前回はさ、30秒の地点は撮影できなかったけど、40秒の地点は撮影できたんだよね。それが高い位置から、あ、もうちょ、ここだよね、ここ、この辺通ってんのが見えたんだ。もう3番はここにしとこうか。ここで確実に40秒は撮れるから。うん、ここに3番置いといて。いや、さっきのここ臭いな。うん、40秒の時にあそこに戻ってきたってことは、こっちに向かった可能性高いと思うんだよね。いけるかな、これで30秒ぐらいのところ撮影できるかな。まあ、ちょっと
と着実にやっていくしかないよね。一歩ずつ。シェイクゾーラー。まずは20秒ぐらいまで映像進めちゃおう。で20秒から先、一番カメラの前に現れるはずだけど、来た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 ぞ。ちょっとスローモーションにしよう。この後、あ、ちょうど2番カメラの前行きそう、行きそう、行け。で曲がった、完璧、2番カメラに完璧に映ってる。ちょうどんとこで曲がった。ってことはあそこ登るな、その木の上登るな。登ってここで30秒、30秒ぴったりの時間に、うん、この木を登ってたっていうのを送ってあげればいいんだね。よし、印刷しました。でこのあと通常の速度にして、あ、奥に消えてって、40秒の時3番カメラの前に現れるはずなんだよね。来た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 ぞ。おい、完璧かよ。あ、向こう側から撮ってもよかったな。正面から撮りたかった感はあるけど、まあこれ今40秒なのでちょっとケツになっちゃうけどね、あんまりいい写真とは言えないけど、これで40秒の撮影もクリアだ。印刷で、この後どこに向かったのかもうちょっと追ってみようか。さあどっちに曲がる？キャラバンの方向に向かうのかな。あ、キャラバンの方向に向かったな。左奥に行って、そっからはさすがにもう分かんないね。完全に画角から消えたね。あ、まあでもどこを追えばいいのかはっきりしたわ。これ50秒地点も撮影できそうだな。とりあえず30秒が先だね。平教授、この調子で素晴らしい写真を送ってきて。あなたが集めてる証拠はパノラマ社の卑怯な戦術に対する唯一の反証なの。これで俺がパノラマ社のスパイだったらどうすんだろうな。一応そうじゃないという証拠はないからね。主人公がどういう人かっていう描写は全然ないし、ちょっと面白いなそのシナリオ。はい、こちらが40秒の写真ですね。完璧だわ。 This is perfect。 私の方はちょっとやばいわね。やばいの？例の新聞の編集者はパノラマ社の友人を呼んだの。そして連中のホームチームが私の首を絞めているところよ。恥知らずな奴ら。ああ、私のことは気にしないで、なんとかできるから。いや、あんまり気にしてないけど。訴えられそうになってんじゃん教授。やだな、ちょっと俺にまで飛んでこない？矛先パノラマ社法務部の矛先、こっちに向かうなよ。法廷で争うことになりそうになってる。ちょっとあんま巻き込まないでくれたら何でもいいんだけどな。こっちはもう美しいリスの写真撮ることに喜びを感じ始めちゃってるからさ。もう NHK の深夜にたまにやってるすげえ美しい動物の映像のあの番組撮ってるスタッフの気分になってるもん。ん？あ、こんなとこにもあったカメラ。カメラじゃねえ、カセット。再生してみよう。これも教授の記録なんだよな。歌を口ずさむ。どうしたどうしたどうした、行かれたか。15年前の教授。おい、やめろよ、このまま終わるなよ。なんだこの時間。ああ、よかった、喋った。最初にここに来た時、私は孤独だった。
そう、まさに孤独だったわ。これ誰に語りかけてんの。研究所の他の調査員とのおしゃべりが恋しかった。これ15年前の教授でしょ。金曜日の仕事の後のビールも食材の買い物さえも。でも今は違う。私はこの森にささやくように数える。もう11週間にもなるのね。ヒュー、酒飲んでんのかこいつ。そして今では外の世界に戻ることの方が心配。鳥たちと一緒に目覚め、小さなキャンプ用ストーブでコーヒーを入れる。走り回るリスと一緒に木々の下を散策する。夜には星空を眺める。穏やかさを感じるの。そう、穏やかさよ。笑う。こんな感情の表現の仕方してたっけ。 OKOK 仕事に戻るわ。イカれたリスマニアですね。なんだこの記録。じゃあカメラの回収に来たんだけど。まあ最初はホームシックになってた教授も森との出会いで価値観を変えられたっていう話ね。そうだ、40秒の地点がこの辺で撮影できたんだよね、この3番カメラで。でこのあと左奥の方にリスは消えていったので、まずは1番カメラをここに仕掛けましょう。間違いなくここは通ってるので。で、でもキャラバンの方に戻ってく感じになるよな。2番のカメラも回収しましょう。じゃあ1番のカメラの画角の方にまっすぐ向かってったとして、最初の地点に戻るってことはないよね。そこには映ってなかったはずなので、映像最後まで見ても。前回ね、こっちの方に曲がってったと考えるのが自然かな。うん、こういう足場がないと水がある場所には通らないはずだし。となるとこっちだな、確率が高いのは。うん、こっちを追いましょう。2番で3番カメラ、3番で2番カメラの画角の先、なんかこの辺ごちゃついてて、通ってそう感すごいな。この足場とか絶対通ってるもんね。あー、どうしよっかな。どっちに行くんだ。まああんまり欲張らずに、この橋を後ろから撮影しよう。でその後どっちに曲がったのかとか、そういうのをしっかり確認して次につなげられたらいいかな。でもあと2枚撮ればいいんだもんね。40秒まで撮ったから、50秒の瞬間と最後の60秒、1分、映像の終着点の瞬間、その2枚を撮れたらいいので、これはゴールが近いぞ。じゃあ映像もうだいぶ進めて、どのぐらいまで進めていいんだ。40秒以降だよね。40秒まで撮れたんだから、この後、あ、映ったね。1番カメラに映った。で、さあ次どっちに曲がる。あ、2番カメラの方向に行ったんじゃない、行ったんじゃない。どうだ、これ映るか、来るか。2番、頼むぞ。2番。お、まさかやったか。あー、来た来た。あ、50秒直前で来た。で、あー、ちょっと待って、50秒の瞬間隠れてる。49秒ぐらいまでここいたのに、しまった。この後3番には映るかな、映るのかな。あ、来たね、来た来た来た。3番ドンピシャだな。この後どこに向かったかが分かれば最後の1分撮影できそうなんだけど、1分の瞬間、あ、左の方行ったな。ちょっと待ってね、50秒の瞬間ギリギリ撮影できなかったのは悲しいけど、
これ次で両方いけちゃうかもしんないね。橋渡ってったな、左の方の3番のカメラの画角の左奥の橋を渡ってって、この後どこに行く？いや、あ、これマジでキャラバンの方向向かってんな。え、このキャラバンの目の、あれ、なんかもう一匹来た。木から降りてきたような。ちょっとそっちの方暗くてよく分かんなかったけど、もう一匹のリスと合流してるように見える。あー、ここで映像終わりそうだな。今1分で、いや、まあこの写真撮影してももしかしたら納得してくれるかもしんないけど、教授はなんか最後の写真はもっと完璧に撮りたいね。てか、まあそもそも50秒の時点の方が撮れてないから、50秒のを撮らなきゃいけないんだけど、あー、これ次で行ったな。ちょっと待って、最後に周回してた場所ってどこ？この辺だよな。あ、ここだ。キャラバン出てすぐ左、なんかこの辺だったと思う。なんか丸くなってる。これ岩なのか？なんか丸くなってるね、岩の上。岩でもないのか、草生えてるし。じゃあそこはもう鮮明に撮影したいので、どうしようかな。この2番カメラは悪くなかったんだけど、実際目の前にリスは現れたしね、真後ろから走り込んできたから場所は良かったんだけど、ちょうどこの死角になる、低くなってるところが50秒の瞬間だったね。なので反対側からこうやって撮影すれば確実に撮れる。いや、50秒はこれでいいわ。で、ちょっと残り2台のカメラで1分の瞬間鮮明に撮ろう。ここだな。もうこれ2台使って撮影しようこんなにカメラ置いてたら警戒して来なくなっちゃうかもしんないけど、なんかもっといい角度ないかな。ないか。いや、でもちょっとあえて低めのところから撮影した方がなんかいい映像撮れそうな気もする。あえて裏から行こう。よし、行くぞ。これで最後のターンになるかもしれない。じゃあ50秒までこれ進めていいやつだね。45秒。さあ、こっからまずは1番のところに来た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 。また背景真っ白のが撮れるねまずはこれをあー、これもいいな。こういう躍動感のある瞬間撮れた時気持ちいいね。これを印刷して教授に送ろう。ちょうど50秒で最後の1分。これは2番と3番に映ってるはずだけど、完璧に。あれ、ちょっと2番大外れだったな2番大外れじゃねえか。え、ちょっと待って、これどうなってんだ。なんかあれ、3匹ぐらいいる。おうおうおお、3匹並んでんだな。これ3番のカメラ見ると、ちょっとこれ満足できねえな。満足できないぞこれじゃ。ちょっとこれ撮り直しだわ。3番のカメラの左から映すと正面から撮れるね。なんか並んでるね、向かい合ってる感じじゃなくて。とりあえずまあこいつは送りつけときましょう。50秒。えい、見事ね。あなたはまるで真の勇者ね。違いますけど。こっちの声は聞こえにくいでしょうね。階段の吹き抜けから電話してるの。パノラマの重役たちが私のオフィスのドアを叩きまくってるのが見えるわ。怖え。分かってる分かってる。また会えますよね教授。何もかもコピーしたし、ここを出たら安全な場所に保管するから。パノラマ社とかいうヤクザ、怖生きてまた会えるかな教授に。
あ、いいね、充実してきたね。じゃあ最後の撮影に向かいましょう。こっちが3番カメラだね。で、この画角のこっちこっちこっち、もう本当にキャラバンの入り口の方向からここに3匹並んでるような感じに見えたね。あ、ちょっともうこのカメラだけで十分かもしれない。ちょっと一応持ってくるけど、ちょっとこのキャラバンの入り口の方向を引きで撮る感じで撮影してみようか。どっから集まってたんだろう他の2匹。いや、ちょっと緊張するな。まずは50秒過ぎまで飛ばして、さあこっからだね。あ、もう2番とかには映ってるな。うん、奥の方から、木の上とかからやってくる他のリスたち。ずっと追ってたリスとは違うリスたちだね。で、あそこに集まって、あ、3番に今いい感じに映ってますよ。これかわいいぞ。まあでも他のリスがここから集まってくるんだよね。来た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 。ああ、かわいい。え、てかもうなんか、え、この3匹どころじゃないな。2番のカメラ見ると、キャラバンの上とかにもいいんじゃん。1番にも映ってるけど2番が見やすいな。俺こんなにリスに囲まれてたの、このキャラバン。今こうしてる間にもいるんじゃないの、周りに。え、なんかすげえ可愛いけど怖くもあるな。俺がめちゃくちゃリスに監視されてるみたいな。やっぱこれパノラマ社のアンドロイドだったりしない？リス型カメラだったりしない？パノラマ社の作った。いや、これもうどの写真に送ればいいんだよ。すげえな。うん、キャラバンの上、上に2匹、カメラの近くにも1匹いるし、うわ、これすごいな。とりあえずこの並んでんのが可愛いから教授にはこれ送ろうかな。いや、まあ2番送ってあげた方がなんか今置かれてる状況はよくわかると思うけど、そうだね、今俺が置かれてる状況を素直に教授に伝えるんだったら2番が一番いいよね。でも可愛いから3番送るわ。私が求めてるのはとは違うわって言われちゃうかな、これ。ヘイ、一体何なの？これは全く意味をなさないわ。ん？まあ少なくともこれだけは確かね。リスたちはあなたが好きなのよ。ちょっと待って、何か送られてきたわ。え、そういう結論でいいの？これパノラマ社の資格じゃないの？このリス。何よこれ。え、なんか怖えな。ちょっと英語だからいまいち読めないけど、これがどこから来たのか知らないけど、私たちの調査報告書のめちゃくちゃな下書きみたいに見えるわ。署名は私？それにこれらはあなたの写真よ。でもリスが写ってない。何かすごく、すごくやばいわ。あなたももう安全じゃないと思う。え？すぐにあなたをそこから逃がさないと。そうよ、サイモンに電話するわ。え、出産なんか俺、パノラマ社に消されて終わるみたいな終わり方せんような。またなんか違う場所？ちょっと、なんかこのゲーム、割と、教授のお話のテンポが早いからいろいろ聞き逃しちゃいそうになるけど、なんか俺と教授が作ってきた報告書を、報告書がパノラマ社に改ざんされてるみたいな、なんかそういう話に聞こえたね。今まで撮ってきたはずの写真にリスが写ってないみたいなことも言ってたし、我々の報告書がパノラマ社の都合のいいように変えられて、結局そのなんとかランドの建設を推し進められちゃうんじゃないの。
あーよかった。でもなんか俺あのままバッドエンドみたいな感じで終わるかなって今一瞬思ったからまだ続くことに安堵したわ。ちょっとまたあれだね、教授にファックスするとこから始めるんだと思うけど、まあ新しい場所に来たのでもうこっから先また次回にしようかな。これなんだ、こんなの今までなかったよな。ナッツ、このナッツを使ってリスを呼んだりとかすんのかな。はあ、これは今度こそ最後のマップかな。あー、前のマップで終わりかと思ったからちょっとまだ遊べるのは嬉しいですけど、また次回、続きをやりましょう。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。